おはようございます、西田渉です。今日はね、東京結構曇りで、まあ、ちょっと雨が降るんじゃないかっていうところで、本当はね今日はロケ行って前言ってたその EF24mm を RP につけて、リアルロケムービーでそのまま RP で撮りながら、あって思ったところそのままスチールに切り替えてスチールで撮影していくと。前回ね1635でそれやって結構好評だったので、今回は EF24mm やろうかなっていうふうに思ってます。でね、EF24mm 今ねキャノンから借りてるんですけども、これ今収録してて、で結構ね、中古で安いのが出てきて結局買っちゃいましたね。でマップカメラでいざとなったら売ってもほとんど現金同士での差額でもほとんどね4000円ぐらいかな、差額が3万いくらで買って売るときは2万6000円ぐらいで売れるってことで、まあ本当に4000円で、マップのポイントとかをね重ねちゃえば 10% プラス 13% とかプラス 3% とかで 13% とかでポイントをつけてくれるんで、そうなるとね逆に2万9000ポイントぐらいになって、購入した価格よりも逆に高くなると。で今回3万で買ったんですけども 5% のなんかねキャッシュレス還元みたいなのがあるから、実質2万8000円台ぐらいで買えてるのかな、確か相当安いんですよね。っていうところで、中古のレンズって意外と資産価値がすごく高いので、特にキヤノンとかはね、その辺のことを意外と買っちゃっても売ればほとんどただ同然で使えますよっていうところを、近々ねメインチャンネルの方でムービーにしてみようかなっていうふうに思っております。なので皆さんもねこう使ってみたいレンズとかのこうルーティンになっていくような参考になればなっていう、動画を上げようかなっていうふうに思ってます。で今日の本題なんですけれども、今日ね副業のカメラマンっていうことについて皆様にお話してみようかなっていうふうに思います。これどういうことかと言いますと、要はまあメインでね別のサラリーをもらっているようなお仕事をされていて、例えば週末とかだけ登録しておいて、ウェディングのフォトグラファーやってるとか、まあ誰かにね、まあ、撮影会に行ってる中からどっか事務所とかからちょっとね写真が上手っていうことで時々お願いされてるとか、なので基本的には専業っていう、僕みたいなもう写真だけで生計を立ててるっていう方よりかは、他のところでね基本的に稼ぎながらも、時々そういったちょっとのお金をいただきながらカメラマンとしての活動をされてると、そういうことを一応副業カメラマンという形で僕は定義づけてはいるんですけれども、ここに関して今日はね、解説していこうかなというふうに思ってますね。まあ僕の雑感初見というところですね。でこれ結論から言うと、すぐにでもね専業になった方がいいですね。カメラマン、専業カメラマンになった方がいい。副業カメラマンはやめて専業になることをお勧めすると。これなんでかっていうと、結局副業のカメラマンって結構デメリットが多くて、結局はやはり中途半端な状況に置かれてると やはりプロとして名乗りにくいですよね。副業カメラマンってね、普段ってどういうの撮られてるんですかとかってこう深掘りされていった時に、自分はこういう活動してて、実はもう一個メインでサラリーをもらってて、でこういった形で副業という形でカメラを、写真をやってるんですっていうなった時にはですね、やはり撮られる側とか依頼する側も専業じゃないのかっていうふうにやはり思ってしまうと、やはり支払う金額とかついつい次発注かける時とかも副業のカメラマンに発注っていうふうにイメージになると、やはり同じ金額を例えばね5万円なら5万円、3万円なら3万円とかで払って依頼をかけるんであれば、明らかに専業の方にね振りたいって思っちゃいますよね。自分らも何かお願いするときに片手間といいますか、まあ副業でやられてる方よりかはやはり専業でやってる人の方がなんかね信頼が置けるというか、その人のねそれで生計を立ててるっていうことはやはり覚悟とかも出てると思うので、そういった意味では専業になっていった方がいいっていうところですよね。まあこれは理想論かもしれないですけど、もう一個深掘りでありまして、結局副業のカメラマンで所有するカメラ機材、そして専業で所有するカメラ機材というものは基本的には一緒ですよね。例えば僕が推奨している何でも撮るんであれば、現状は 5D マーク4がいいですよと。って言った時に、ちゃんと仕事として副業カメラマンだろうが専業カメラマンだろうが、納品するデータはきっちりと納品しなきゃいけないわけですよね。そうなった時にはやはり最低限のいい機材が必要ってなると、副業だろうが専業だろうがやはり 5D マーク4ぐらいは持っとかなきゃってなると、で出費で考えると専業になれば、それがもちろん専業でバンバンそこで撮影を回していったり、もちろん経費でも落ちますから、副業の方もねもちろん確定申告で副業の分を、確定申告すればいいんですが、
結局はそのランニングコストって考えた時には副業でも同じ、ね、レンズ大三元持って 5D マック持ってバッカ吹き持ってっていう風に、まあ、最低限 2,300 万の機材が必要って中では副業でやるには結構お金かかりすぎますよね、カメラね。でその上でパソコン iMac MacBook でその他もろもろっていうライト機材とかってなると大体 3,400 万かかるんですよ、最低でもね。カメラ始めるっていうかプロでやるには副業も専業も結局変わらないのであれば、やはりやるからにはもう徹底的に振り切って専業になるぐらいの覚悟を持って活動しないと、結局は副業カメラマンっていう風な周りからの目を見られているとギャランティーも上がっていかないですよね。あの人は副業だからまあ1万円でお願いしようとかね、それが専業の方で1万円でお願いするとなると、いやこれは失礼だからな、せめて3万円からお願いするにしようとか、そういったね見えない先方からのこう提示額とかも変わってくるわけですよね。でも専業も副業も持っている機材は変わらなかったりとか、そういった意味では正直副業の方が損だと思いませんかね。もちろんみんないろんなね状況がある中で、副業カメラマンをやってるとは思うんですけども、いずれあのずっとこのまま中途半端と言いますか、だらだらと副業そして本業の何かサラリーっていうものを続けていってそのまま過ごすのもいいですけど、どのうち両方とも時間は24時間だからリソースの割き方としてはやっぱ悪いですよね。何かをやるってなったら一極集中でリソースを割くっていうのがやはりね物事成功する秘訣だと思うので、例えば僕とかもよくツイッターとかこのね動画でも説明してるんですけど、今は YouTube にリソースを割くと、メインチャンネルを365日365本配信、そしてこのサブチャンネルは朝1本配信と、まあ要は1日2本配信っていうのをもうルール付けしてるわけですよね今はね。それを達成できなさそうな状況であれば受託案件すらも断ってるわけですよね。昨日ツイッターでも言ったんですけど、大体今3月の20日現在で僕大体25万円分ぐらいの受託案件はもう断っているっていうような状態なんですよ、売り上げで言うと。でもそれを断ったとしても今は自分の中でこれが大事だっていう、だからもう本当に大事って思えば目の前の売り上げとかそういったことは気にせず、いつか遠くにある資産資本を目指して頑張っていくと。なので副業カメラマンと呼ばれている方もまずは自分が本当にカメラが好きなのかと、その気持ちと向き合って本当に好きだって思えるんであれば、今すぐにですねもう今やってる仕事をもう何らかの形で縮小して立場を逆転させるぐらいに持っていった方がいいと思いますね。で生活費をとにかく抑える努力と、同時にそれで生活費を抑える努力をすることによって、まあ、そこまでね今稼いでる売上げとか稼ぎをが少なくなったとしても生活はできますよね。なのでそういう両軸で考えた方がいいと思いますね。あるタイミングで副業本業に一気にカメラマンにしてしまって生活費を一気に落とす方法を考えると、僕とかだったら例えば専業のもう YouTube にやるって決めた瞬間から、まあ、今ね東京のかなり真ん中の中心部に住んでるのでもう車はね手放しました。で受託案件の撮影があると全部タクシーですね。今はねもう六本木とか恵比寿とか中目黒とかそういったスタジオに行くにも、もう全部タクシーでももうほぼ10分ぐらい到着できるような場所に住めてるので、結果ねもう車いらないやっていう、そういうところでもランニングコースを下げたりとかそういった努力はしてますね。っていうところで今日はですねその副業っていうものに対して、副業って今ねちょっと流行ってると思うんですよ、そのか、ね、副業で何々とかで5万10万を稼ごうとか、でも結局はそれって本当に積み重ねで言うと結局は目の前の5万10万っていうよりかは将来の100万1000万の方がすごく大事だと思うんですよね。なのでその将来の100万1000万になるためのカメラで技術の蓄積っていうところで考えると、副業でちょこちょこやっていってもですね、やはり圧倒的なこの技術の積み重ねというのはかなり溜まっていかないと思うんですよね。なので 1,2 年ぐらいを勝負って思って一気にカメラで勝負かけるとやるのであればね、今もう副業である程度5万10万稼げている方に向けて今日は言っているんですけれども、あるタイミングで 1,2 年ぐらいをちょっと幅取っておいてもう本業写真のことしか考えない時期が必要かなと思いますね。でもう一点、これ最後になんですけれども、じゃあ仮に副業から本業になりましたってなった時に、そのじゃあ副業で今そんなに仕事ない中で暇になるじゃないかと、暇になった時間はやっぱお金を稼いでおくべきなんじゃないかっていうところで皆さんお悩みだと思うんですけれども、その暇になったと言いますか、できた余暇は全て配信とか僕のようにこういう人々に何かを配信する、そして SNS ですね、
とにかく SNS を運用して発信する、とにかく写真で表現、写真の技術を磨く以外のできた欲は全部発信の時間に使うべきですね、これからの時代は。それが今までの僕らがやっていた営業と呼ばれる部分ですね。当時の僕らはブックっていうものを作って、ポートフォリオを作って、いちいち人に一人ずつ会いに行ったりして、それを見てもらって、自分はこういう作品を撮ります、でこういうふうに考えて写真活動したいですっていうのをいちいち説明していたんですけど、一人一人に。今はこう僕のようにこうあの YouTube を使ってこう説明することによって、一人に会わずとも多くの皆様に見ていただいてますよね。これ時間のレバレッジが効きますから、余暇は常に絶対に発信のことを考えるってことですね。 SNS、 そして、SNS、 そして YouTube ですね。とにかく、ある程度多くの方に伝えられるように、そこの増やし方、フォロワーの増やし方についても勉強するべきかなというふうに思っております。これはテクニックももちろんありますし、あとは自分がやはり有益な情報を届けるという気持ち、そこが伝われば自然とフォロワーというか、あの多くの方がついてきてくれるので、本当に写真活動、本業の写真活動同時に発信行為ですね、これが営業と呼ばれる部分です。むしろ昔よりもその人を一人に会いに行ったり、人がどう思ってるかっていうことを考えないで、一方的に自分が思ってることを伝えるだけで良い時代になっているので、昔よりもですね、よっぽどか今の時代は営業が楽だと思います。なので写真活動、本業で副業から本業に転化するときには、ここをセットでね考えておくと間違いないかなっていうふうに思っておりますね。やはりこの SNS 発信をできるカメラマンと、ただ技術を保有して今までの既存のクライアントだけでやっているカメラマンと ではですね、今後例えば今回のコロナショックとかも含めて多くの方が、かなり疲弊していると思います。なので自分から発信できているこう独立した存在、インディペンデントな存在になれることが、これからの世の中を渡っていったり、する時にですね、すごい強い存在になるかなと思います。写真家でありながら発信力を持ってる写真家っていう風になれるとですね、もうどういう時代にあっても間違いなく一本筋が通って、自分はこういう人間ですということが明らかにね皆様に伝わりますので、誰々からお願いされて受託するのではなく、何々さんに、西田渉さんに撮ってほしいからお願いされる存在になると。なので本業を目指す際には、絶対にここ SNS の発信、 YouTube の発信と、自分で何を作品を撮りたいかとか表現したいか、自分はどういう考えを持っているかっていうところをとにかく発信し続けていく、この片輪の方も非常に重要ですね。あとは1年2年ぐらいの、まあ、余剰の期間とかを自分で用意してね、生活費を落として、そしてもうストイックなまでに写真に打ち込む技術を磨いていくってことですね。トライアンドエラーを繰り返して、ライティング、そして、ね、カメラの技術、そしてレタッチ、そして色調補正とか、そういったトータルの技術をワンランク上のアップするってことですね。という形で副業カメラマンの方にちょっとした、ね、エールといいますか、ぜひ、ね、本業の世界に来てくださいっていう、解説ご説明でした。ではね、今日も良い一日をお過ごしください。西田渉でした。